あら、おいしそう。チーズ。元気ですよ。おつかれでーす。久しぶりなんで、やり方忘れちゃった。チーズ。元気印のおつかせでーす。みんなにそのホットケーキのあのもちっとした焼き方を伝授しようと思う。ホットケーキに餅を1個混ぜるともうただうまくなるよっていう、ただもうそれだけ。差し入れていただいた青山かなんかのそのホットケーキ、はい、だから最初普通にホットケーキこれで作って、はい、そのホットケーキみんなで食って、はい、それと餅入れたあホットケーキどっちがうまいのか食べ比べですね。そう、やろうかなと、はい、じゃあね、一番最初にやることとしては、あれ餅を、はい、切り餅を1センチぐらいでカット。はい、あ、餅って硬いのね。いや、硬いっすよ。なんかチーズみたいよね。ゴリラが来た。来てない。来てない。いいよいいよ。ゴリラ動物園に帰ったわってね。ホワイトチョコと思いながら切るとすごい楽しいんですよ皆さん。あ、これで大体250ぐらい、もっといっちゃったかなこれ。牛乳ですね。これぐらいの半分かな。そうですね、ちょうど半分ぐらいじゃないでしょうか。こっちは餅、こっちは餅なしで。はい。もう卵1個ずつ入れちゃいます。はい。あ、で、この牛乳パックは使うんで。えらいんだよ。あ、間違えた。え、やべ、こっちは卵入れちゃダメだった。マジで入れちゃダメだった。え、入れちゃダメなんですか。ポチが入ってる方が普通に 3,4 分レンジで温めます。はい、まあ、大体半分。はい、これぐらいかな。こっちは普通の方です。あ、どうですか。あ、いいんじゃない。あ、いい。あ、すごい。ドロッドですね、ほんと。あ、もういい。あ、ごめんなさい。はい、OK です。こっちはなんかあれになるな。水分が明らかに何も足りてないもんね。うん、粉ですね。完全に餅ができたみたいになっちゃった。そうですね。あー、これで。あー、いいですね、いいですね、いいですね。あ、でもなんかでも、あ、でもうまそうだよ。ようやくなんかケーキっぽくなってきた。ケーキの、ちょっと油なかったんだ。油なかった、ちょっと探したんですけどね。いや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 、もうなかったなかったの拭き取るから。本当にめっちゃいい匂いをしてるんですけどね。調理する方もいらっしゃいますからね。まあ弱火にして、はい、え、そんないっぱい入れちゃいます。ひっくり返せないでしょ。そうですよ。ひっくり返せないでしょ。何やってんすか。なんで考えずに今やっちゃったんすか。でもまあ、いやいや、この間に牛乳パックを5センチぐらいで短冊状に切って輪にしてホッチキスで止めた。あ、いいですね。パックし始めましたね。あんまりにも当て金切ってるけどいいよね。いや、大丈夫大丈夫。固まってますね。あ、ちょちょちょ、よかったよかった。ホッチキスでこう止めます。こっちの方のパンケーキは、はい、ものすげえ時間かかるんですよ。うわ、うまっ。普通のホットケーキをまず作ったんですけど。何やってんの今日は。うまい、うまいよ。いやいや、質問の方です。いただきます。ダメだった、恥ずかしい。平日の昼下がりにね、はい、仕事やってた時にこれちょっと食べないわって言われて、嬉しいよ、なんか。なでもこっちはさ、もううまくなりそうな感じしてたじゃん、もともと。まあ、そらそうですよね。普通のホットケーキなの、うん、餅の方をちょっと作っていきたいと思います。型を作って、はい、5センチぐらいにできるんで、これまずここに置きます。こうやって、はい。すげえな、これ。なんかこれ丸々使い切っちゃうんじゃないですか。使い切るね、多分これ入れて、もう20分、30分は封印する感じになるから。結構時間かかるって言ってましたね、うん、そう。あ、でもあのちょうどね、8分目ぐらいまで生地を入れるって書いてあるから。あ、じゃあ8分目ぐらいで合ってるから。合ってますね。で、蓋をして25分やろうかな、じゃあ。はい、それでは25分経ったらまたお会いしましょう。バイバーイ。どっか行け。いやうるせえよ。そんな長く出られたくねえんだよ。ごじさん、普通のパンケーキっていうのちょっと食べて。いや、もうこっちに来て。まあ、うん、まあ、もう OK。 じゃあどっか行け。どっか行け。それではまたね。はい、どっか行け。は
それではね、開けていきたいと思います。はーい。あー、もうこれマフィンじゃん。これホットケーキじゃねえじゃん。ちょっと待って、これ、熱くないです、大丈夫。あ、すごい超弱火でやったんだけど。はい、次また、はい、超弱火で、はい、10分から10分。いや、こうなるでしょ。もっと弱火にしたから、これも大丈夫でしょ。もっと弱火にしたから、どっか行けどっか行け。もう完成です。はい、あー、美味しそう、美味しそう。あら、美味しそう。側面見ると分かるんですけど、下の方がカリカリで、はいはい、上の方はちょっとトロ、ふわとろのような。で、硬いのよ。あ、なるほど。あ、うまそう。うまそう。なんだろう、チーズケーキみたいですね。おいしい。本当ですか。もちの感じはあるんですか。もう全然、分厚いホットケーキ。あー、なるほど。ビビる。え、マジみたいな。はいはいはい。あ、うまっ。もち感が全然そんなない。なうまい。あ、そうだ、ちょ、甘さ足りない。これも絶対美味しいじゃん、これ。ごめん、大丈夫。うん、あ、やった。もう、あ、もう来たね。スコーンとパンとパンケーキの合いの。あー、確かに。スコーンとパンってなに。うまいよね。うまい。下焦げちゃったんだけど、うまい。ウェブ CM ってね、出演という形で誘ってもらって、ほぼ初めてじゃない、出演。その様子今撮ってきたんで、ご覧ください、こちらです、どうぞ。ビャー。今日はですね、弱点オセロニアの動画をね、撮りに来ました。それで見て、まあ、こうフィッティング中、フィッティング今撮影中です。はい、次は僕のカットを撮ります。こういうカメラで撮ってもらってます。レールを使ったりしてます。見てください、これで、この機械でカラーグレーディングをそのまま直接できるみたいです。はい、でしたか。こういう感じでね、ああいう感じで撮ってて、後ろにやったのゲームなんでね。そう、アプリ、アプリのゲーム。それではね、よかったらオセロニアの動画も見てみてね。はい、今日はもちもちふっくらパンケーキでした。どけじゃーいやいやいや、それはダメですよ。それでは、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。